朝の幸、朝の幸、朝の翔、1990年3月2日体は、日本の津軽三味線演奏家。宮城県仙台市出身。慶応義塾大学総合政策学部卒業。津軽三味線全国大会、広崎市開催の最高峰 A 級部門において14歳で、初優勝。以後連続優勝し、16歳で3連覇達成。 史上最年少チャンピオンとなり、史上最年少で殿堂入りを果たす。この記録は未だに破られていない。宮城藩大使となる、祖父の影響により3歳で、和太鼓、5歳で、津軽蛇味戦を始める。三元小田島流二代目、小田島徳左官に支持。7歳の時、青森県弘前市で開催される、津軽蛇味戦全国大会に最年少出場し、 翌年から各級の最年少優勝記録を次々と塗り替える。2004年津軽ジャミ戦全国大会最高峰の A 級で最年少優勝。2006年まで連続優勝し3連覇を達成。同大会の規定により殿堂入りを果たす。津軽ジャミ戦世界大会、救名津軽ジャミ戦全国大会。2006年にビクターエンタテインメントと契約。 2007年3月21日、昭風にてメジャーデビュー。2007年、渋谷リオ、ゼップ仙台にてデビュー記念ライブを行う。演出はクエシであった。アメリカ、フランスをはじめ、アジア、東南アジア、カナダ、ヨーロッパ各国でコンサートツアーを行うなど海外でも活躍する。各国民族楽器や民族舞踊とのコラボレーション。 ハハ本舗の舞台やホリプロ主催のクレメンティアボリューム3に出演。ファイナルレジェンド V ではヒップホップと津軽ジャミセンのコラボレーションを行っている。古典芸能や民謡を学び伝承を目指しながら楽器としての津軽ジャミセンの可能性やエンターテインメントを追い求める。2016年9月10日、自身のブログで幼稚園時代からの同級生である。 一般女性と入籍したことを発表。趣味はスキューバダイビング映画。一般的にシャミセン演奏では使用しない小指の使い手。これにより独特なフレージングを可能にする。フラメンコギターやバンジョー、シタールなどに影響を受けており、セッション中にはこれらの音階がよく登場する。大学時代に独自の民謡日本地図を作るほどの民謡オタクである。 日本全国の民謡はほぼ網羅しており、本人のコンサートでは曲にまつわるうんちくや曲の歴史に関する話がしばしば話される。また、新しい民謡も積極的に作詞作曲する。本来、伴奏者である津軽ャミ戦奏者としては珍しい、弾き語りスタイルの数少ない演奏家の一人である。歌手としても3枚のシングルをリリースしている。 震災の年、夏頃から制作を始めた楽器再生プロジェクト、ゼロワンプロジェクト。震災でできたがれきから楽器を作るという趣旨で、宮城の音楽仲間と共に行う。許可を受け、膨大ながれきから使えそうな木材を探し、職人に選定してもらい様々な楽器にする。現在では、和楽器、洋楽器問わず様々な種類の楽器が完成し、 多くの著名なアーティストが使用する。本プロジェクトで完成した楽器第一号が津軽シャミセ店のカウンターらしき木から生まれた。その楽器を浅野が預かり、演奏している。本来、津軽シャミは硬い木で、目がつまり見た目よりも重いのが特徴である。瓦礫から出来上がったシャミは海水に浸った経緯があるためか、とても柔らかく本来の重量の半分程度。 しかし、これが誰かの生活が染み込んだものから生まれた楽器だと思うと、とても重く、心が研ぎ澄まされていくのを感じる。と本人は語る。浅野が初めて指示したのは、祖父、ジョーだった。浅野が育った家は大工であったジョーが建てた家。民謡や、三味線が好きで、たまらなかったジョーが、孫の将に、津軽三味線を教えたのである。 7歳で全国大会に初出場した浅野は、吾妻博光や吉田兄弟の全国レベルの音色に衝撃を受け、津軽三味線の魅力にますますのめり込む。それから浅野と祖父の目標となったのは、日本で最高峰のタイトルである A 級優勝、そして3連覇だった。何歳になってもいいから、絶対に優勝しよう。絶対に3連覇しよう。そう約束していた。 しかし祖父は、初優勝を見ることのないまま、浅野が12歳の時にこの世を去った。浅野は14歳で、永久最年少優勝を果たし、そのまま三連覇という前人未踏の記録を打ち立て、殿堂入りを果たした。前回扱いとなった実家は、津軽三味線でも使えそうな、島国炭を床柱に使っていたため、浅野の父の提案から三味線にすることが決まった。 楽器製作は、浅野が使用する楽器のすべてのメンテナンスを担当する、三元工房、磯野千。床柱三味線は、ホースアルバム、パレードにて使用、アントニオレイ、石川さゆり、石塚隆光、ウィルリー、大貫雄介、お塩光太郎、オレンジレンジ、北村聡志、栗山こと、桑山哲也、コバ小林香織、佐乙女太一、佐山正宏、 ジャバーループ、杉鉄、杉本綾、スプイター、高橋誠、ボーイ、谷村真嗣、角田、ヒロ、東山直、な野、藤原道さん、フライトプライド、堀博、マーカスギルモア、マーティフリードマン、ミッキーヨシノ、宮沢和志、三山博、山下洋介、リチャードストルツマン。2001年、2005年、2006年、2007年、 2008年、カナダツアー、アメリカツアー、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。